どうも、高校生です。オーバーオーバーです。二人合わせて。ここオーバーです。コミ名かなよ。めちゃ無理がすぎました。ビビった。ビビった。かなよ。はい、それと募集しましょう。あ、募集しましょう。コミ名募集しましょう。募集しましょう。はい、それいいですね。はい、募集しましょう。はい。さあ、細谷さん。はい。今回は何でしょうか。今回はですね、大場さん。何でしょうか。この花火が散る前に、うん、ちょっと魚の元で、はい、バーベキューしたくないですか。これはね、やっぱりあったかくなってきたし ね。もう外でバーベキュー、最高よ。やりたいですよね。最高。で、しかもバーベキューだったら夏もできる。うん、はい。というわけで、はい、まだ間に合う。まだ間に合う。バーベキューグリル、うん、特集。特集、イエーイ。バーベキューグリル特集ね。はい、はい、そうです。楽しみですね。はい。はい、さあ、というわけで、今回はですね、まあ5個ぐらい。5個。はい。厳選しました。厳選に厳選を重ねたね。重ねた結果、5個、5個。いきたいと思います。わかりました。はい。じゃあ、まずは何でしょうか。まず1つ目ですね。はい。はい。どれですか。こちらです。おっ。ドドンと。来ましたね。ドーンと来ました。来ました。まあ、ここにですね、もうすでに書いてあるんですけど、はい、当店ですね、ちょっとバーベキューグリル特集としましてですね、うん、はい、使用人数、はい、まあ目安なんですけどね、はいはいはい、使用人数に対してこれぐらいの大きさがおすすめですよっていう風にですね、うん、なるほど、これ親切ですよ、これね。あ、ありがとうございます。親切、いや、ありがとうございます。いや、あんたじゃなくて、うちのお店の前思ったんだよ。なんでカメラの前であなたをこういきなり褒めるちゃうから、はい、これ親切ですね、これね。ああ、そうですね、5、6人よね、はい、うん。で、これはですね、はい、まあ、通常のバーベキューグリル、はいはい、もうその典型的なモデルですね、うん、はい、もう本当、まあ、いわば普通のバーベキューグリルですので、はい、まあ、誰でも使い方はもう簡単ですね、うん、そうですね、はい、焼き網の、あ、これ2つに分かれてるんですね、焼き網。分かってます。おー、はい、なんで、こっちはバーベキュー、はい、こっちは、うん、流しそうめん。流しそうめん、本当にできる。本当にできちゃう。ここ。いやいや、流れねえべ、これ。こう、傾けるとこれ流れねえべな、これ。流れたらこれ、もうこっち沈下されてっから、もう。いや、それは冗談ですよ。いや、どんなボケ。急にぶっ込んでくるから。はい。本当に普通のバーベキューグリルスタンドですね。はいはいはい。はい。そうね。うん、これはですね、はい、やはり比較的安価、うんうん、はい、値段的にもお買い求めやすい価格でご案内してますので、はい、いや、これ嬉しいですね。そうですよね、嬉しい嬉しい、はい、で、ここ表面ステンレスです。はい、なので錆びにくいと。なるほど、いう形ですね。いいですね、はい、やっぱこうやって立ってこうやるっていうのはいいですよね。いいですよね、このスタンディングでこうやってやって、はい、できたよなんつってね、はい、あ、俺がどうなんつってね、俺がどうっつってやるでやるでっつってね、うっつって、はいっつってね。ちょっと待って。俺じゃあさ、あのさ、なんか置いてきぼりにする癖あるよ。俺をさ、置いてきぼ、ちょっとさ、せっかく一緒に出てんだから。一緒に出てんだから。俺光る。わ、物取れ。物取れ。ごめんって。ごめんって。カメラさんももう遊ぶ。自由だな、この店。そう、台本ないからこうなる。びっくりするわ、もう、本当に、ね。なるほどね。じゃあ、これが一つ目でした。はい、一つ目、はい。ありがとうございます。はい、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 はい。はい、ドーンときました。ドーンときました。はい。いや、これもですね、うん、いわゆる普通のバーベキューグリルになるんですが、はい、こちらはですね、うんうんうん、この鉄板。お、これもついてます。鉄板がついてるんですか。鉄板ついてんすよ。これ結構いい。いいでしょう。はい、はい、やっぱペラペラのやつじゃなくて。そうなんですよ、ちゃんとさ、ちゃんとしてるんですよ。ちゃんとした鉄板じゃないですか、はい、これはいいっすね。いいでしょう。はい、焼きそば焼きたくないっすか。焼きたいね。焼きたい、焼きたくなるか。そっか、炭火でこのままここの鉄板を置いて熱してたらもうここでいけちゃうみたいな。いけちゃう。やば。焼肉焼いて、焼きそば焼いて、焼いて、焼肉焼いて、焼いて、焼きそば焼いて、イエス、焼き餅も焼いて、こら、あんた、このーって言って。
はい、もうやめよう。さあ、2つ目でした。はい、ありがとうございました。じゃあ力技で持っていきました今。なるほど、これちょっと楽しいですね。いろんなグリルありますね。バーベキューグリルって言っても、はい、いろんなあるね。はい、はい、じゃあ3つ目いきますよ。3つ目いきましょう。3つ目、うん、ちょっと あっちだね、はい、3つ目いきましょうか。3つ目、はい、こちらです。おー、これは何ですか、はい、さっきと同じようなサイズ感ですけども。そうですね、サイズ感はすごく似たようなサイズなんですが、はいはいはい、はい、何が違うんですか、これ、はい、こちらですね、うん、いきます、はい、おばさん、はい、これをですね、ぐんと、おお、お、え、今何が、え、ぐん、あ、ここが上がってるんですか。そうなんですよ。え、ディーリー、いや、上がったはいい、わかるんですけど。いや、これで何が方なんですか、これが。バーベキューって、はい、よくありがちなのが、はい、やっぱり火が強くて、うん、あの、焦げちゃったとか。焦げる。やっぱり強火、弱火っていうのができないんですよね。確かに、確かに。ただ、うん、これであれば、うん、強火弱火ができるんですよ。え、どういうことですか、どういうこと。つまり、うん、これ、うん、距離が一番近ければ炭に近くなるんで、はい、あの、強火調理になりますね。はいはいはい、はい、で、うん、ちょい強火、おーおーおー、中火、おお、弱火、そういうこと、はい、やば、これね、あの、そうでしょ、結構この機能めちゃくちゃ良くないですか。これめっちゃいいっすね、はい、バーベキューで焼き加減が調節できるんですよ、うん、これはすげえな。すげえ、マジかよ、はい、ただですね、はい、おばさん、何ですか、それだけじゃないんですよ。出ました、出た、鉄板じゃないの、これもまた、これ立派な鉄板よ、これも立派ですね、立派鉄板ね、いいじゃないですか、はい、こんな鉄板もついてると、はい、はいはい、焼きそば焼けて、焼きそば焼けますね、で肉も焼けて肉も焼けてね、でお好み焼きもいけてね、いけて、焼きましょう、焼いちゃう、辛っ辛っ辛っ、浮気して浮気して、これ生まれ変わったのがですね、はい、ここになんか見えないですか、ここ、あ、なんかレバーみたいなのついてますね、レバーとか取っ手っていうか、ついてますね、はい、ついてますね、取っ手があったら引きたくならないですか。いや、取っ手があったら引くのが、これも人間の人としての常というものですから。そうですよ、はい、じゃあここを引いてみてください。いいですか、はい、ドキ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 、ちょっと待って、なんか出てきますよ、ほんと、えらいえらい、これピザじゃないですか。え、あ、どうでもいい、ね、つまり、はい、このバーベキューの、はい、この炭床、はい、はい、これ自体が熱で熱せられるんで、うん、この、うん、これ自体の熱さ、うん、熱をですね、はい、ここの空間で利用できないかって考えたんですね。おー、なるほど、はい、じゃあ熱がこの上だけじゃなくて、ここももちろん熱いよっていう話よね。そうです、はい、はい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 、なんで、うん、ピザ窯がここにあるんですね。え、じゃあ何、あのスーパーとかで売ってるああいうピザを、はい、こうバーベキューしながら焼けるんですよ、ここに入れて、はい、マジで良くないですか、やばくね、いや、そんな、いや、革命ですよ、革命でしょ、革命4つ目いきます、4つ目いきましょう、はい、いや、これね、3つ目今もかなりインパクトやばかったっすよ。インパクトあったでしょ、インパクトやばかったっすね。4つ目、はい、こちら、これまた大きいっすね、でかいっすね、おー、でかいっすよ、はい、これさっきのが5、6人用とかだったら、これの10人とかいけんじゃないですか、いけますよね、え、はい、やっぱバーベキューって大人数でやった方が楽しいじゃないですか。まあそうですよね、ワイワイガヤガヤね、はい、うん、楽しみながらね、はい、うん、でやっぱり焼くところも大きい方がいろんなものを焼けるんだ、はいはい、確かに確かに、はい、あの夢のでかいね、あのステーキとかバーンってこういけるみたいな、ね、いいっすね、スペアリブダーンみたいなね、いいっすね、はい、そんなできちゃいますよ、その夢を叶えるバーベキューグリルでございます。あ、すげえな、はい、でかいな、とにかくでかい、はい、まず、はい、どうですか、こんなにでかいんですよ、これめちゃくちゃでかいじゃないですか、良くないですか、いや、いいっすよね、はい、こんぐらいでかかったらもうほんと何でも焼けて、
ね、うん、のか半分肉半分魚介とかさ、そう、夢のタッグができるわけですよ。夢のタッグができます。そうできちゃうね。こちらのバーベキューグリルの特徴なんですけど、はいはい、こんなにでかかったら、はい、ちょっと移動させるのだるいじゃないですか。結構重そうですよ。ですよね。大変そうですね、はい、うん、おばさん、はい、あー来た、これほら見てください、これ車輪がついてますよ。車輪がついてるんですよ。車輪がついてるということは、ということは、うん、なんと、うん、こちらですね、はい、せーの、うわもう買い物カートじゃないですか、もうこれ。これはいいですね。めちゃくちゃ良くないですか。しかもこれタイヤのこの周りもまたいいから、これ滑りがいい。これじゃあこれすごくいい。そろそろ止めてくれる？ちょっとさあの見放しすぎ。わかりました。ただいま、はい、わかりました。これいいっすね。いいでしょ。持ち運びがすごく楽なんで、はいはい、それこそね、なんか庭とかでバーベキューやる方とかも、うんうんうん、やっぱり庭なんかガレージとかついたようなお店だったら、もうこのまんまセットしといて、はいはいはい、使うときにガラガラガラ。うわこれはでも楽ね、やっぱり。楽ですよね。よっこいしょがないからね。よっこいしょがないから、めちゃくちゃ楽なんですよ。これは楽ですね、はい、おばさん、うん、バーベキューって、はい、立ってやるもんだと思ってませんか。いや思ってますよ。思ってますよね。思ってます、はい、全部だって今紹介したの全部それじゃなくて。そうでしょ。違うんすよ。なんですか、おばさん、はい、5つ目、はい、こちらです。おドドン。またこれなんかこれよく見ると、はい、こうテーブルの上に乗ってないですか。乗ってるんですよ。これ乗ってますよね、はい、テーブルの上に、はい、これ大丈夫なんですか、これ。つまり、テーブルに乗せて、はい、座ったままバーベキューっていうのをやりませんか。いや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 、やりたいですって話。よいしょ。おお、どうすか。まさかまさかこんな焼肉屋さんですよ。焼肉屋さんですよ。焼肉屋さんですよ、はい、こんなもん。まさかテーブルの上に乗せて、はいはい、椅子に座りながらバーベキューをやる。これね、今でこそ僕一人しかいないんですけど、はい、ここにもう一つ、もう一つって椅子だったらね。そうですよ。3人でこっちもできますからね。ああ、もう麻雀じゃねえかみたいな感じで、もうね、そうなんで、5つ目の商品は麻雀台でございます。いや、麻雀台じゃないですよテーブルの上で焼けるグリルでしょ、はい、そうですね。テーブルトップ型ですね。はい、はい、こういった商品もですね、すありますので、はい、これはちょっと考えましたね。考えましたね。これ大丈夫なんですか、下とか。ですね、はい、まあ、やっぱり多少熱は持ちますので、はい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 、まあ、こういうちょっと耐熱型のテーブルがあるとより良いかなと思います、うん、でこのユニフレームの商品なんですけれども、はいはい、こちらですね、はい、ユニフレームといえば、はい、オプションパーツが多彩。なるほど、はいはい、というわけでですね、いろんなオプションパーツがこれやっぱりありますので、はい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 、そのオプションパーツを組み合わせて、はい、いろんな調理方法を楽しめると。自分なりのカスタムもできる。カスタムができます、ね、いや、いいじゃないですかね、はい、バーベキューにおすすめのちょっと小物も紹介したいなと思いまして、はい、ロゴス、エココココエコココロゴス。言い慣れてないなエコココロゴスですね。エコココロゴスですね、はい、ラウンドストーブ、うん、はい、こちらですね、はい、なんとこれに直接火をつけます、うん、はいはい、あ、中にこういうね、こういう黒いやつがこう円形で入ってるんですよ。入ってますね。普通炭って着火剤必要なんですけど、そうですね、これはもう直接火をつけられると。火つけて、はい、めちゃくちゃそうそう、ビヨーってこう火が伸びてって、そうすごくないですか。 こんなんなんてもう、そうもう何でも焼けちゃうじゃないですか。めちゃくちゃいいでしょ、これ。めっちゃいい、はい、こちらと誰もう失敗しないですね。誰も失敗しないです。誰でもできますね。誰でもできちゃうね、はいはい、そしてこちら、はい、ノンスティック焼きそばシート。焼きそばシート、さっきは鉄板をご紹介しましたけど、はい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 、やっぱり焦げとかはちょっと気になるじゃないですか、うん、あ、確かにね、はい、うん、なんとこちら、はい、ノンスティック加工が施された、はい、アルミのシートでございます、はい、まあ、アルミホイル的な感じですので、はいはいはい、そのまま使い捨てができると、うん、あ、すごいじゃないですね、はい、ぜひですね、こういったちょっと小物もチェックしていただければ、うん、よりバーベキューが楽しめるかなと、ね、掃除も楽になるのはいいですね。掃除も楽になりますね、はい、これはいいな、はい、というわけで、はい、今日はですね、うん、バーベキュー特集という形で、はい、いろんなバーベキューグリルを
ご紹介させていただきましたけど、いや一言ねバーベキューグリルって言ってもいろんなタイプありましたね。ありましたね。サイズもありますしね。一番気になったのはああやっぱピザ焼けるやつですか、ね、ピザ焼けるやつ、あれやばくないですか、あれす夢ですよ、あんなもん夢ですよ、夢ですよ。商品名は夢違う、ここに出てるここに出てるから今というわけでですね、はい、皆さんもぜひですね、はい、お店に遊びに来ていただいて、お願いしますね。夢のバーベキューグリル、いやあれ絶対一回見て触ってほしいですよね。いや触ってほしいよ、ねえガチャガチャやってほしいんですよ、はい、こんな感じなのみたいな、めちゃくちゃ楽しいですよ、めっちゃ楽しいですよね、うん、お父さん何これ、おおこれはだな、おいおいおい寸劇が始まるわけですねではどうぞ、カシャ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 、お父さん何これ、これはだな、止めていやもうスタートダッシュあんたからもう見切り発車でやったから、改めて僕がどうぞって言ったんですからというわけでは、はい、まあ、我々のこういう、はい、寸劇を見たければ、まあ、そうですね、やりたくないですけどねそ寸劇やってくださいっていうリクエストやめてくださいよ、はい、というわけでぜひですねちょっとお店に遊びに来ていただければと思います、はい、よろしくお願いいたしますね、はいはい、では、はい、チャンネル登録と、はい、いいね、いいね、よろしくお願いします、お願いします。どうもジョルジカーノです。今日は皆さんにご報告です。4月4日から4月9日まで出張スポーツオーソリティやっちゃいます。東武百貨店船橋店の6階イベントスペースに出張いたします。でどういうことをやるかっていうと、持っていくものはアウトドアギアに加えて、ウォーキングシューズだったりとか、バックパック持っていかせていただくんですけど、まあ、今まさに準備中です。こんな感じです。ちょっと一緒に回ります。リアルでしょすごい。これがね催事の裏側です。で今回のイベントの目玉がありまして、一つ目はこの僕が持ってるホットサンドクッカー。これでなんと IH クッカーを使って、まあ、某ねパンメーカーのパンを挟んで食べることができるスペースを設けております。これ各日、30組限定の無料のイベントとなっております。そしてもう一つ、このバックパックの中にあるこちらコールマンのウォーカーの25周年モデル、実はこの動画でおそらく本邦初公開のこのバックパックを受注させていただきます。納期は7月納期です。中こんな感じです。そしてもう一つが土日限定でジョルジカーノのテント実演設営講習会やっちゃいます。ぜひ4月4日から9日は東武船橋百貨店にお越しください。